ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオートです。さてその時期になってくると就活を始める人、うん、あるいは就活真っ只中という人多いのではないでしょうか。今回は就活のプロである私からですね、皆さんにレクチャーをしようかなと思っています。レクチャーを、はい、え、何、就活のプロ。就活のプロです。就活のプロだったの。いや、なんと言っても超優良企業ロート製薬に就職できているわけですから。あ、まあ確かにね、はい、企業名だけ説得力あるんだよね。うるさい。というわけでね、ここから就活のプロであるこの私が就活の良い例悪い例を分かりやすくご紹介していきたいと思います。お願いします。はい、音にもねセリフ用意したから、まあ頑張ってください。え、俺も巻き込まれるパターン。めちゃくちゃ大事な役どころだからよろしくね。絶対変なやつですね。それでは皆さんご覧ください。失礼します。いやー、この間めっちゃ面白いことがあったんですけど、友達のケンジと歩いてたらケンジのチャックが開いてたんすよ。で、おいケンジ、チャック開いてるよっつったら、ケンジがえ、マジ、うわ、めっちゃ恥ずかしいってなったんすよ。めっちゃ面白くないですか。以上です。面接が始まってすぐエピソードトークをするのは NG。 特にオチもない身内だけしか笑わないようなトークはしないようにしましょう。失礼します。大阪府から参りましたネバセイココロです。本日はこのようなお時間を作っていただき誠にありがとうございます。この面接を通して私の思いをお伝えさせていただきたいと思っております。本日は何卒よろしくお願いいたします。部屋に入ったらまずはしっかり挨拶。面接の時間を作ってもらったことへの感謝を伝えましょう。ね、めっちゃ面白い話あるんだけど聞く？ねえ、聞きたいっしょ？ねえねえ、ケンジってやつの話なんだけど。オッケー、トリマー、俺がこのグループディスカッション仕切らせてもらいます。まあテーマが SDGs についてってことなんだけど、まあなんていうかな、まあ俺にとって SDGs っていうのは永遠の課題、そんな感じかな、ぶっちゃけ。うん、常に俺の胸の中にいる。うん、 SDGs は全員の胸の中に常に存在しているものだと思う。オッケー、結論出たっぽくない？問題解決能力高いとこ出ちゃったな。じゃあこれで解散ね。勝手に解散してはいけません。グループディスカッションはみんなで話し合う場所です。カリスマ風に自分の思いを語らないようにしましょう。では僭越ですが、私がこのディスカッションのまとめ役を担当させていただきます。 SDGs について皆さんはどう思われますか？はい、そちらの方お願いします。素晴らしいアイデアですね。さらに提案なんですが、個人目標を設定するのはどうでしょうか？全体目標と同時に個人目標を設定することで、プロジェクトの達成に一人一人が強い目的意識を持てると考えました。グループディスカッションでは決して相手の意見を否定せず、うまく意見をまとめながら結論を導き出しましょう。この時自分の意見もきちんと伝えておかないと、面接官の方に個性を見ていただけないので、まとめることに集中しすぎるのも注意です。プロジェクトの達成に一人一人が強い目的意識を持てると考えました。はい、はい、そこのあなた、 SDGs ってさ、結局グループの問題だよね。聞こえてますでしょうか？はじめまして、ネバセイ音と申します。私は今入りたい企業があります。
それは御社でーす。ズーム面接の時はパソコンとの距離を適切に保ちましょう。遠すぎても近すぎてもダメです。好きな人に屋上から告白するみたいなテンションもやめましょう。こちらの音声は聞こえておりますでしょうか。よかったです。大阪府から参りました、根橋心と申します。本日はよろしくお願いいたします。リモート面接では画角をしっかり意識して顔が見えやすいようにしましょう。普段より感情も伝わりづらくなるので表情や声色の豊かさを意識しましょう。逆光や部屋の明るさなどオンラインでの顔写りも大事ですよ。あれ、寝ませ踊っています。勢い余って早く入っちゃいました。これでか。御社のことが好きだ。皆さん参考になりましたか。ほらね、やっぱり変な役だった。音と同じ過ちを犯さないよう気をつけてくださいね。いやいや、いないからね、あんな人。それでは就職活動中の皆さん頑張ってください。頑張ってください。応援してます。おつねばだよ。おつねば。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。